里親の制度や日常の暮らしを紹介するパネル展が嬉野市などで開かれています。このパネル展は多くの人に里親について知ってもらおうと2年前から毎年県内各地で開かれています。嬉野市の会場には日常の触れ合いを捉えた写真のほか、里親の制度や役割を紹介するパネルなどおよそ10点が展示されています。里親とは家庭の事情で親元で暮らせない子どもを預かって育てる制度で、里親を求めている0歳から18歳までの子どもは県内にはおよそ280人いるということです。里親制度のことをご存じない方が多いことを感じています。佐賀県では養育里親さんがまだまだ不足しています。少しでも里親制度にご関心を持たれた方はいつでもご相談受け付けますので。パネル展は嬉野市のほか有田町でも開かれています。